J 組メンバーとデートをしたサプライズゲストとは。え、違う？いや、あれ？あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。キサラの、なんかそう、あれ？なんかちょっと答えろ。そう、そうです、そうです。ショーパブのね、店員さんだったと思うんですけど。多いんですけど。僕、デートしてないですよ、だって。てかじゃくんはしてない？デートなんてしました？した？デートなんかした？デートなんかした？しました。ということで、サプライズは春日とデートをしたことがある今日の純子さん。改めてどういったご関係なんですか？オードリーさんが昔出演していた、はいはいはい、あの新宿のそっくり館キサラというのがあって、そこで、あの春日さんと私、あのスタッフとしてバイトしてた。出演者じゃなくて、はい、まあ、出演もしてましたし、店員としても普通に働いてたんです。なるほど。はい、その時の、まあ、まあ仕事仲間というか当時、あれ肩を抱いてる。何が春日のここ空いてますよ。埋まってないじゃないですか。埋まってんじゃん。当時はそう、なんか付き合ってはないって言ってますよ。そう、お付き合いはされてない。してない。あ、でもデートはしたんですか？どこに行かれたんですか？デートはですね、東京ディズニーランドに。いるのに私を誘う、そのディズニーに誘う。お前ちょっとすげえな。謹慎しろお前。お前やめてよ。さあ続いては